私は年に何回か山中湖のスタジオに仕事に行くんですけれども、終わって一人で湖畔のところでぼーっと3、4時間空を眺めたり雲を眺めたりするのが大好きで、そういう時に「あ、猫があの雲からあの雲へ飛んだぞ」とか、なんかそんなことを考えるのが好きで、こういう曲ができました。そうですね、私も常に何かね、お話を考えるのが好きで、曲も大概タイトルから作るんですよね。言葉がないけどちゃんとお話になってますよみたいなことをやってます。